花の後は、藤沢周平による短編時代小説、及び、それを、表題作とする短編集、また、これを原作とした2010年公開の日本映画で、ある。1983年に、オール読み物8月号に掲載され、1985年に、青記者から藤沢周平による発展の短編小説を収録した単行本が刊行、表題作となっている。 1989年には文芸春秋より文春文庫版が刊行された。なお、原作には伊藤女お物語という副題がついている。宇那坂藩を舞台とした、いわゆる宇那坂物者の,の一つで、主人公の女剣士、伊藤が晩年、孫たちに若き日の思い出を語る形式で物語が展開する。2010年、東映の配給で映画化され、 3月13日に公開された。伊藤は満開の桜の下で、羽賀道場の皇帝、江口孫四郎に声をかけられる。父、寺井神左衛門に剣の手ほどきを受けた伊藤は羽賀道場の2番手、3番手を破るほどの剣豪であったが、孫四郎とは未だ剣を交えたことはなかった。孫四郎の人柄に触れた伊藤は父に孫四郎との手合わせを懇願し、 それが実現する。伊藤は、孫四郎に市内を打ち込む中で胸を焦がしている自分がいることに気がつく。それは、紛れもなく初めての恋心であったが、家が定めた言い名付けがいる。伊藤は、孫四郎への思いを断ち切る。ところが、奏者番の娘、カヨに向入りした孫四郎が、カヨの不倫相手である、藤井影湯の卑劣な罠にかかって自ら命を絶つ。江戸から帰国した。 巨根、片桐彩介の手を借りて、事件の真相を知った、伊藤は影湯を質問するため、密かに呼び出す。居合の使い手である影湯は、伊藤の口を封じようとするが、伊藤は会見で帰り討ちにする。彩介との祝言が済んだ翌年、伊藤は花見に赴く。しかし、満開なのに花が終わった後のような、寂しさを感じ、それ以来一度も花見に行くことはなかった。 2010年3月13日風切り、中西健治監督、北川稽子主演の時代劇映画、2010年2月27日に山形県先行ロードショー山形県での先行上映館4館を含む全国82館と小規模公開ながら、土日2日間で、動員2万5786人、公衆3-0310008。03, 880円を記録し週末工業成績ランキングで初登場第9位となった。ありがとうございます。